ノースロップ・グラマン・イノベーション・システムズはアメリカ合衆国の航空宇宙防衛企業である。ノースロップ・グラマンの子会社であり、2018年に買収されたオービタル ATK が元となっている。オービタル ATK 自体も2015年に合併により誕生した企業で、オービタルサイエンシズとアライアントテック・システムズの航空宇宙部門をルーツとしている。 ペガサスロケットの打ち上げのためロッキード L-1011 トライスターを一気運用しているが、同社が世界最後の同期のオペレーターである。オービタル ATK は4セグメント型のスペースシャトル、固体燃料補助ロケットをもとにスペースローンチ、システム用の5セグメント型固体燃料ブースターを開発する契約を引き継いでいる。 2014年4月29日にオービタルサイエンシズとアライアントテックシステムズの航空宇宙部門を合併することが発表された。もともとこの2社は400機にも及ぶ ATK のロケットモーターをオービタルサイエンシズの打ち上げ機に採用するなど協力することが多かった。合併手続きは2015年2月9日に完了し、オービタル ATK が設立した。同時に、 ATK のスポーツ用品事業がビスタアウトドアとして分社された。2017年9月18日、ノースロップグラマーに負債を含め92億ドルで買収されることが発表された。買収は2018年6月5日に完了し、オービタル ATK からノースロップグラマーイノベーションシステムズへと移行した。アリゾナ州チャンドラーに拠点を置き、ペガサス、ミノタウロス、 アンタレスなどの打ち上げ機や固体燃料ロケット等を担当する。M2 ブラッドレー不評戦闘車に搭載される M242 ブッシュマスターはオービタル ATK の製品である。防衛システムグループはメリーランド州ボルチモアに拠点を置き、戦術ミサイルや防衛用電子機器中大口警報弾薬を担当する。また、戦術ミサイルや 弾薬の新刊及び弾頭も製造している。その他、中、大口径砲、弾薬や軍用機、戦闘車用、ミサイルシステムに用いる精密金属部品及び複合材部品の製造、中口径弾薬の装薬、組み立て、梱包、ミサイルキャニスターや民生市場向け推進薬及び火薬製造なども行っている。NASA に代わって ISS への補給を担う、 シグナス無人宇宙補給機宇宙システムグループは、商用衛星、科学探査衛星、軍事衛星等の衛星システムを担当している。また、国際宇宙ステーションへの貨物輸送を担うシグナス、宇宙船も担当する。バージニア州ダレスに本部がある。ありがとうございます。